シヤシは中国南東部からラオスやベトナムの北部にかけての東南アジアに自生するナツメヤシ属の植物である。新のヤ市は小型から中型で、ゆっくりと2から3メートルまで成長する。葉は長さ60から120センチメートルの鵜状で、同一平面上の100枚程度の小葉から構成される。 それぞれの小葉は長さ15から25センチメートル、幅1センチメートルである。色は灰色がかった緑色で、裏面が難毛に覆われている。45センチメートルほどの長さの果樹に小さな黄色い花をつける。果実は食用可能な1センチメートルほどの角果で、夏目足の果実に似る。新農野市は熱帯地域等では庭の観賞用植物として人気がある。 重摂氏16度の最低気温が必要で、これより涼しい地域では温室の中、または室内の観葉植物として育てられる。剪定はほぼ必要なく、害虫や土壌変動にも強い。日向たないし、半日影が適する。東京都の八丈島や青ヶ島等ではタイからもたらされた本種が栽培されている。島の農作物の3分の2を占め売り上げは12億円に、 タッスルが襲来する台風の被害も多い。王立園芸協会からガーデンメリット賞を受賞している。ありがとうございます。